空港に到着したら、事前に保管したモバイル搭乗券を開きましょう。モバイル搭乗券があれば、紙の搭乗券は必要ありません。小さなお子様連れのお客様もオンラインチェックインとモバイル搭乗券発行が可能なため、カウンターへの立ち寄りは不要です。手荷物預けがなければ保安検査場へ直行。手荷物預けが必要な方は自動手荷物預け機もしくは ANA カウンターで預けます。保安検査場に着いたらアプリからモバイル搭乗券を表示しタッチ。 ANA アプリなら急な搭乗口変更などがあっても常に最新情報を確認することができます。搭乗口もタッチで通過、スイスイスムーズに搭乗が完了。 ANA でスムーズに快適な空の旅を。